こちらは NEXCO 東日本です。午後0時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに車間通路を高崎方面へ走行中の方にお知らせします。雨のためこの先関越道渋から宇香方向までの区間で最高速度が80キロに制限されています。引き続き東北道へ福島方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。火災のため午前11時58分より休み帯から